オーストラリアで暮らす3匹の犬。この中の1匹ハチが散歩中に姿をくらまし、飼い主が探していると、川の中でハチを発見。しかしハチの首を掴んでいたのは野生のカンガルー。愛犬が捕まっている状況に飼い主は迷うことなくカンガルーに立ち向かいます。手を振りほどき、カンガルーに飛びかかられそうになりながらもハチを救出。ハチ、二王立ちで拳を振り上げるカンガルー。追いかけられそうになりますが、急いで川岸に避難します。カンガルーに襲われたハチは無事だったものの、飼い主の手には痛々しい傷が。筋骨隆々なカンガルーにひるむこともなく立ち向かった飼い主。なぜ野生のカンガルーは襲ってきたのでしょうか。おそらくですけど、そのオスの個体で繁殖期で興奮をしてて、ちょっと周りの動物とかに敏感だったのかなっていうふうには思います。また抱きつくような行為はカンガルーの攻撃手段でよく見られる行為だといいます。飼い主は愛犬を取り戻せたことが一番良かったことだと話しているということです。